こんにちは、柴田でーす。こんにちは。今日はハンコおじさんへやってまいりました。はい、はい、動画何本か撮らせていただきまして、はい、ありがとうございます。本当こちらこそです。ありがとうございます。フェルナンデス動画撮ってますんで、はい、ご覧くださいませ。寂しい感じになってますがしっぽりとなってますが、今回はですね、はい、僕が愛用しているズームの、はい、マルチエフェクター、マルチストンプを、はい、まあ、アナログ指向のファンコおじさんに、はい、ぜひ一度鳴らしてもらいたいなと、はい、めちゃめちゃ厳しいですよ、こんなに関しては。もうこれはですね、ちなみに僕は好きですよ。お、本当ですか。あれ、ズーム僕は使ってましたから、うん、あの MS70 を使ってましたから。あ、そうなんですか、はい、あれはモジュレーション系の方の、だってね、だって一発しか使わないようなやつとかを一個ね、エフェクター買ってポンって振るのとかってはぁとか思ってたんで。そうですよ、これ百何十種類入ってるんですか。ロマンです、ロマン。こっち歪みでだけで200種類入ってるんですよ。あ、だから黄色いんだ。あ、そうですね。出た。それはやっぱり日本のイメージカラーですよね。そうですね。オーバードライブの。さすがですね。で、これはいろんなものが入ってるんですけれども、まあぜひぜひ。これがだからマルチで。そうです、これが歪みだけ。これはいろいろオールマイティー。あれ、空間も出たんでしたっけ。あ、空間もこの間出ましたね。それブルー、ブルー、はい、やっぱブルーなんだ。あ、ボスが全部やっぱ ね、イメージ作ってますね、そういうね。いや、これね、だからずっと僕も MS70 使ってて思ってたんですよ、このね、これ。あ、足で踏めたらなっていう、すっげえ思ってたんですよね。なんかあの外付けで作ってる人がいるじゃないですか。はい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 、はい、あの切り替えのありますね、スイッチをね、ここにつなげて。そしていつ出すんだ、本家はこんだけ求められてるのにいつ出すんだ、いつ出すんだと思ってたんですよ、うん、そうしたら新機種が出ちゃいましたよ。ついに出ましたよ。なるほどね。うん、だからね、だって結構長くないですか、あれ出てる MS50 って。初期型は長いですよ、もう随分ほんと10年ぐらい経つんじゃないですか。そうですよね、うん、なおに外付けのあれは出ないんだもん。そうですね、あれはさせるようになってね、別のペダルで踏めれば一番良かったんですけどね。なんだよ、これ結構ね、器用な人じゃないと難しいんですよね、踏むのが。絶対そうだと思う。いや、だからそのコンパクトが分かった後だったらいいと思うけど、うん、いきなりこれ使いこなせないんじゃねえのって俺は思っちゃう。逆にね、ちょっと難しいんですよね。あ、ここも踏めるんだ。ここ踏める。いや、そこですよ、ね、今そこの話だった。そういうことか。そうなんです、ここが踏めるようになってて、一応切り替えができるの、はい、でエフェクトが6個まで並べれるようになってる。今まではね、このね、これがこう横にこう、あ、そういう感じでチャカチャってなってたから、踏むの大変だった。あ、そうか、横のボタンだったから本当にこれぐらいのを踏まなきゃいけなかったですね。そうって、それがこう踏めるようになったんで、すごいな。まあ、でも難しいですけどね、実際に踏もうとすると。あ、そうですね、うん、絶対外付けがいいわ。これ IR ついてるんですけど、アートモデリングに、はいはいはい、ライン対応してないんですよ。え、そうなんだ。珍しいですね。というか意味あるみたいな。そう、そこめっちゃ突っ込まれてましたね。じゃ、アンプから出すための IR。 そうです。だからまあ JAC だったのを、使ってみたいな感じなんでしょうね、きっとね。なんかこれ昔の白黒のあの携帯では思い出しません。あー、この色、この色味。なんか色は変えられるみたいな。本当ですね。ほら。あー、昔さ、そう白黒だった時にさ、やっぱカラーだけ変えられるよみたいな、光の。あったあった、こういうカラー。うわ、懐かしい。なんかここはそういう感じなんですね。なんかもうなんならゲームテトリスとかいないんですか、俺も。確かに。暇の時にこう。そう。あれ、エフェクターテトリスやってるんだよ。これファクトリープリセットなんですか。そうわかんないかも。はい。
モ系ですか。ちょっとまとまってる小物より。うん、落ち着いてますよね。エレハモではあります。ではない。あんまぽさないかな。これでちょっとわかんないかもしれないですね。これね、ラットっすね。ラット似てねえなぁ。なんかラットってもっと荒いもんね。そうですね。そう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 。これはどうですかね。Yeah.
ありがとうございました。